お疲れ様です。9月18日、今日は水曜日です。通常でしたらね、水曜日ってのは1週間のうちに最も取り組みやすい日ではあるんですけども、今日はちょっと事情が違います。まず1つ目は、今週はちょっと難易度が高い1週間になるんですよね。16日月曜日が祝日ってこともありますんで、トレードできる日が正味4日間ぐらいしかないんですよ。まあ、その中でも金曜日は実質的に レベルの高い日ですから、見送ることになってね。火水、木あたりぐらいしかないんですよね。で、さらにね、昨日、火曜日の深夜ですけども、アメリカに、氷売上高自動車を除く指標が出まして、かなり大きく揺れたんですよ。えっ、ー、と、これですね。あ、これはもう水曜日になってたか。はい、ちょっともう消えちゃいましたけどもね。昨日の市場は、氷売上高で、ちょっとかなりね、えー、大きく、2円ほど、 円高高ドル高の方向に触れたんですよねだからこれがね、落ち着くまでは午前中しっかりと様子を見なくてはいけません。ですので、今日水曜日なんですけども、午前中がね、使えない恐れがあるんですよ。で、えー、今日水曜日なんですけども、その他の材料はないんですけども、まあ、夕方にね、ヨーロッパの数字が出るっていうことと、あとはアメリカ、またですね、深夜に。 こういったものがね、FOMC が固まってますんで、もしかしたらね、これ、利下げの発表0.25とか0.5とかするんじゃないかなと思うときに、実は、明日はまたね、別のマーケットが作られるんで、本当に今日のマーケットが、なんとなく、固定化してもね、寿命が短いんですよ。ですんで、今日は、ワントライできればいいかなっていうとこです。もしかしたら、ノートライかもしれません。ですんで、普段とちょっと違った水曜日になりますので、その辺はね、 お覚悟お願いしますということでじゃあテクニカル解説に移っていきます改めて9月18日水曜日朝6時の相場解説進めていこうと思います、えー、今日はねよくてワントライですねえ何、ー、て言ったって昨日の小売上げだが材料によって見てくださいこの辺りからね急騰して2円も変わってるわけですよ2円の幅でドカーンといった後ってのは当然反動も出てきますしね 考えられないような流れができると思います。ですんで、ちょっとすぐには手が出せないですね。この辺りで、ちょっと寝、ね、動きが静かになったかなと思ったら、またここで激しくなったでしょう。こうドカーンと。だから2回突き上げがあったってことですよね。うんで、これを見て、日本市場ではどのように反応するかってことか、あと3時間、ね、たい朝9時ぐらいに出てくると思います。 でですんで少なくともあと3時間はちょっと手をこまねいて見てるだけになると思いますしひょっとしたら午前中たっぷり使うかもしれませんしまいには手が出せずに水曜日もう過ごしてしまうかもしれないですよねでもこのね朝の時点でこの時間の時点で今日は水曜日なんだけどももしかしたらトライできないかもしれないなっていうふうに見切ることがまずできる力の1つなんじゃないかなと思いますいいつももみたいな1週間で最も 取り組みやすい水曜日みたいな気持ちで今日を、ね、トライするととんでもない浮き目に遭うことがありますからね。それで結局、なんだ水曜日って言ったって訳わ,わかんない動きするじゃんとか言ってふてくされちゃってもいけないんで最初から今日はね、これだけの巨大材料が昨日あってそして今日の深夜にも巨大材料があってそこに挟まれてるってことは大きな資金を持っている人や動かす人ってのは当然その2つを警戒して普段とは違ったね <laughs> テクニカルの流れができやすいんだろうなっていうふうな先入観で見た方がいいってことですはいそれではね冷やしの方から改めて見ていきますよえまずは冷やしですどのくらい影響してるかっていうとずっと陰線できていた流れが陽線がドカーンと一発でここまで膨れ上がってきたわけですよねでこれを見るとテクニカル的には おそらくこのライムの移動平均線にぶつかって下に行く可能性とそれを突き抜けて赤で反転する可能性があるかなって見ることができると思います。で今までもねこういったところとかこういったところ大体いい赤い移動平均線あたりで反応して下がっていってるところが見えますのでそれと同じリズムだとしたらまあ今日もねそういうふうになるんじゃないかなってテクニカル的には見ることができますね。 まあただ、デイリーってあんまりテクニカルに依存してないんで、どちらかというとね、ファンダメンタルの色の方が強いですからね。そう考えていくと、こういった考えもあんまり当てにならないかなってことこです。じゃあなんで解説するねんってことですけども、こういうふうな解釈をしている人がいると思いますんで、それはそこまで当てにならないよっていうことをね、繰り返し申し上げているところでございます。でも、下落トレンドは下落トレンドで変わってないですからね。次は4時間です。4時間は、昨日の材料によって、この移動平均線を 渡りっってししままいましたた、ねうんと赤3ペイになったわけで、すよでこの赤三平、テクニカル的に見れば、さらに上昇を見ていったりとか、この移動平均線の形からして、上昇トレンドがここから始まるっていうふうに考えることもできますけども、これが材料じゃなかったらね、だから材料なんで、必ず反発して、反燃戻しみたいなことが起きるわけですよ。で、それが午前中に収束して、反燃戻しを終えるのか。 それとも半値戻しじゃなくて一日かけて前年戻しに行くのかそれとも半値戻しも前年戻しもなくってまださらに上がるかもしくは横ばいに入るのかこの辺今の時点でわかりませんからねいくつかのパターンが想定されるっていう準備はここまででお話しましたけどもただ実際にどの道をたどるのかは午前中たっぷり見ていかないとわかりませんもしかしたら一日中わからないかもしれませんそうなると水曜日は使えないっていう判断になるでしょそのぐらい今日は判断の難しい 一日だってことなんですよ。ですんでね、昨日よりも難易度は高いです、今日の方が。そういう風な水曜日もあるってことを認識してみてください。あ、これ 4D って書いてますけど、すいません。4時間足の間違いです。<laughs> 4日足なんてないですからね。大変失礼しました。はい、次は1時間足です。そうなってくると、1時間足もテクニカル的には色い々ろいろとね、 考えるることはあるんですけどもまああととりあえず手を出さなないいいい方がいいかなっていうところですもしかしたら一日中できないかもしれないよっていう前提で今日は午前中を過ごしていきたいそういう風なまとめになりますだからよくてワントライですよってことです十分警戒してことに臨んでくださいあのせっかくね毎週水曜日をトレードの日に当てた方もあの水曜日に遠足の予定組んんだけども今日は雨が降りそうだよっていう風な 予定の変更をね、余儀なくされていることもあり得るかなっていうふうな形で見てくださいね。はい、それでは今回は以上です。お疲れ様です。